令和2年度の行財政改革の取り組み状況。今年度はどのように行財政改革に取り組んでいるのですか？今年度開催した行財政改革有識者会議では、これまでの取り組みに対して一定の評価をいただきましたが、簡素で効率的な行政体制の構築や行財政改革と新型コロナウイルス感染症対応との両立が必要などの意見をいただきました。今年度はそうした意見も踏まえ、組織体制の見直しなど簡素で効率的な行政体制の構築にこれまで以上に取り組むとともに、行財政改革と新型コロナウイルス感染症対応の両立を図るため、国の新型コロナ関連交付金等を最大限活用し、スピード感を持って対応しています。また令和3年度当初予算編成に向けて、中期財政収支見通しの改定や公債費負担適正化計画の更新を行いました。財政状況が厳しい中で新型コロナウイルス感染症に対応できるのですか？医療提供体制の強化や感染拡大防止と社会活動の維持を両立するために、必要な施策をスピード感を持って行っていきます。また経済活動の維持に向けたつなぎ融資の創設など、創意工夫によって緊急な資金需要などに対応しており、これらの対策については国の交付金等を最大限活用することで、予算計上額2625億円に対し県の負担は18億円となっています。しっかり対応してるんですね。でもこの大変な状況の中、行財政改革は進められるのですか？新型コロナウイルス感染症の影響で県税収入が大幅に落ち込み、財政状況がさらに厳しくなることが見込まれる中でも、持続可能で安定的な財政運営に向けて行財政改革にも取り組んでいく必要があります。そのため行財政改革では、組織体制の見直しなど簡素で効率的な行政体制の構築にこれまで以上に取り組むことで、新型コロナウイルス感染症対応との両立を図っていきます。